ここは埼玉県比企郡吉見町。国の文化財に指定されている史跡、吉見釈穴。毎日見学に来る人が絶えない。ということは、この釈穴がとても珍しいということだね。この吉見の釈穴、どう見ても自然にできてたものではなく、人の手で掘られたものなんだ。では、この白い岩肌のたくさんの穴、誰が何のために掘ったんだろう。今日は吉見の釈穴を探ってみよう。吉見の釈穴は江戸時代の中頃にはすでに数十の穴が知られていて、土地の人々から釈穴と呼ばれていたんだ。でも当時の人々は、天狗の掘った穴だ、いや雷様が開けたんだって言って恐れていたんだ。ところが明治時代になって遺跡を科学的に調べるという考え方が入り、吉見の釈穴を発掘した人がいる。明治20年、釈穴の発掘を行った坪井正五郎が泊めてもらったのが、この大沢さんの家だ。おじいさんからまあ聞いたんで、あんまり詳しいこともよく分かりませんけれどもですね、明治20年に坪井先生が、当時帝国大学の総長であった渡辺幸吉先生の紹介状を持ってうちに来まして、でまあ、ぜひ発掘してみたいというようなお話がありまして、それで、私のところへ泊まって、ずっと発掘をやったらしいんです。で、この阿賀の大勢の人たちに使いましてですね、明治20年の夏からずっと冬いっぱいかかって半年がかりで掘ったらしいんですね。で、掘るときには、うちでみんなハッピー作りましてですね、入り地がこう、吉見釈穴っていう入り地、腰にも何か模様をつけた、こういうハッピーを着てですね、それで、発掘やったらしいんです。